較してまずはこう全要素盛り込んだ模範解答を作るんで、はいはいはい、だから日本史とか世界史とかも全部そうやって。なるほど、はい、それはいいこと聞いたんじゃないでしょうか。ってやつはもう最後まで書かないで飛ばしてみたいな、倍速で一気に見てくださいとか。おお、はいはいはい。センターと東大ので25年で3回やるってなったら、いやまず1回すら多くの人はできないと思いますけどね、はい、3週ね。そうですよ、もうめちゃくちゃやりましたよ本当に。どんな感じですか、その1回解いて、はい、その後どうするんですか。1回解いて、まあ科目にもよります、はいはい、国語だったらあの、まあ、赤本を過去問2種類用意して、はいはい、それの模範解答でちょっと記述、全部記述式じゃないですか、はいはい、国語記述、まあね、英語の記述問題でもできますけど、はいはい、結構あの2個の模範解答を比べるとちょっと過不足あったりするじゃないですか。じゃあ赤本と青本とか、はい、そういう感じ で、ね、はいはい、みたいな感じで、あと直近の数年分だけ入ってるやつと25年のやつ、あ、はいはいはい、なんか別の会社から出てるみたいなやつか、ね、はい、それの回答を比較してまずはこう全要素盛り込んだ模範回答を作るんですよ、はいはいはい、例えばなんか要素ずつ丸1丸2丸3ってなって3要素の回答、はいはい、丸1丸2丸3の3要素の回答、はいはい、で丸1と丸2は被ってるけど丸3がバラバラだった場合4要素の回答になるから実数オーバーしたりするんですよ、はいはいはい、でそれでもオーバーしたものを圧縮する技術。おお、転生人語。はい、転生人語メソッド。そう。だからちょっとここの手にオファー変えたら何時節約できるんじゃないかみたいな作業を結構繰り返し。なるほど、それは確かに英語の要約問題とかでも。そうですよね。はい、要素、なんか無駄な要素入っちゃってるより要素が入ってない方が悪いじゃないですか、うんうん、だから僕はその審美眼は自分にはないと思ってたから、うんうん、できるだけ本番もとにかく要素を盛り込めるように、はあ、なるほど、はい、はあ、今から練習しておこうと思って、はあ、でまあなんかその参考書が合ってるか分かんないけど、まあなんか出版されてるものだから、まあこれで要素が丸3が入ってることによって減点されるってことは多分ないなるほどなるほどだろうと思って、本番もとにかく圧縮圧縮して要素を詰め込む練習っていうのをやりました。記述問題に関してはそういう感じです、うん、なんか日本史とか世界史とかも全部そうやって。なるほど、はい、それはいいことを聞いたんじゃないでしょうか。はい、ね、結構大変ですよ、もう本当に作業としては、うん、なんか本を執筆するぐらいの作業の感じなので、はい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 、それは確かにすごい、はい、でも勉強になると思います、はいはい、文章も多分上手になると思います。自分自身もそうですね、要約問題でいかに字数をこう減らせるかっていつも教えてるんで、そうそう、そういう小手先のテクニックってなんかバカにされがちだけど結構大事なことですよね。そうですね、そういう作業をやった上で我々に DM 送ってるか受験生たちがすぐ頼るんじゃないよこれは多分のすごい重要なメソッドだと思います。大事な作業があるんだなってことを僕は浪人の1年間の後半で、まあ、気づけてラッキーだったなっていうふうに思いますね。はい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 、じゃあまあ多くの教科に当てはめ、はい、まあそっか、数学あんまり時数制限とかないですもんね。あ、そうですね、まあ、数学はまあちょっと違って、まあ、過去問もめっちゃやりはしたんですけど、はい、まあ、河合塾のテキストが結構問題が見やすくまとまってて、はい、4ページ見開きに、縦に2問横に2問で、はい、見開き2ページに4問、はいはい、綺麗にパンって載ってるのの薄いテキストだったんです、はいはいはい、だからまあパッて開いて解き方がまあ1分で分かったやつはもう最後まで書かないで飛ばしてみたいな、はい、なんかテキスト、数学のテキストってなんか最後まであの答えが出るまでやっちゃったりしがちかもしれないですけど、はい、僕はあの英語の単語カードみたいに使ってます。へー、そうなんですね、はい、なので何週かはもう数えられないぐらいやってましたね。なるほど。だから電車の中とかでなんか、まあ、数学って電車の中であんま勉強しづらいと思うんですけど、そうですね、はい、そのテキストを開いて、まあ、膝に乗っけて、でちっちゃいもう裏紙みたいなのを、はいはいはい、そのサブテキストだからパソコンとスマホみたいな感じで置いて、でここにもう最初の指針をかけたものは飛ばす。ほうほうほうみたいなのを一駅の2分間だったら10問ぐらいできるわけです。すごい。そういう勉強も結構大事かなと僕は思います。まあ、1週目の理解ができてれば、はいはいはい、初学者は厳しいかもしれません。浪人だからこそできた。なるほど。っていうことかもしれない。それはいい
こと聞いたんじゃないでしょうか、ね、あ、なるほど、確かにそんな風に数学やってる人あんま聞いたことが、そう、でも僕ね、数学苦手な人ほどこうやってやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。ゲーム的にね、どんどんクリアしていく感覚っていうのは楽しいですからね、はい、ぜひぜひ、はい、参考にしてもらってですね、はい、あのアンチコメントいっぱい書かないです、はい、そんなことできないみたいなそう、だから僕が提示するなんかメソッドみたいなのって結構自分が結構追い込まれた状況だからできたっていうのがあって、はいはいはい、結構あの労力がかかるというか、はいはい、心理的負荷がかかるものが多い、なるほど、手軽に取り組めるものではないんですけど、で、まあ、ちょっと厳しいことを言うと、そこまでできないんだったら結構受かるかどうかも運ゲーだぞっていう、なるほどなるほど、はい、モチベーションないってことだぞっていう風にはちょっと思っちゃいますね。なるほどなるほど。で多分まあこれ見てくれてる人、はい、あのほらドラゴンホリーもきっと見てくれてる、はい、ありがとうございます、もう半年間ありがとうございます、はい、そうですね、はい、あれでどうでしょう、やっぱそういうメソッドをこうやっぱあの時間でなんかやっぱりかっこいいフレーズ言った人とか、そういう場面ばっか使われるじゃないですか、そういうなんか実際教えてたところがあんま映ってないじゃないですかね、はい、ぶっちゃけ、そうなんですよね、あれのね何百倍も教えてますからね実際ね本当になんか、はい、本当はきっとすごいいろんなこと教えてるんだろうな、でも映んないんだなと思って、そうなんですよ、1回の尺がね24分とか でこれまでのあらすじとかが入ったりとか、あと堀江さんが酒飲んでる映像とかも差し込まれますからそうなんですよね、意外とあんま教えられてなかったけど、今みたいな結構細かいメソッドとかを教えてましたね、で結構みんな結構愚直に実行してくれて、はいはいはい、結構ぐんぐん伸びていってありがたかったですけど、はい、教科書とかを各科目ごとに指定して、はいはい、まあ、映像教材だったりもそれをするんですけど、はいはい、これをとりあえず1から、まあ、倍速で一気に見てくださいとか、はいはいはい、こうなんか匠さんと相談してやりました、はいはい、で分かんないところがあったら聞いてくださいのシステムにしていたんで、はいはい、カリキュラムも何もないっていうような状態ではありましたね最初は。でそこからなんか科目ごとに過去問を、この子はこの人はこの科目の過去問ならセンターレベルならできるっていう風になったら、じゃあ僕過去問行っていいですよっていう、あのだからなんか監督みたいな、あ、なるほど、感じでしたね。だから学力を把握するように結構密に都度集まったりとかして、あとあの LINE で質問が来たのに答えたりとかは都度していたんですけど、もうちょっとね大枠で捉えた感じでカリキュラム作ったりできれば気持ちがあったのかなと思います。結構でも特感作業でしたね。そうですね、もうだって10月に来たら、はい、そうですね、僕も困りますね、めちゃくちゃ、そう、東大レベルの、はい、もう英語力にしてくださいって言われても、うん、無理ですってことは。そうですね、でもまあ結果的にはまあ落ちてしまいましたけど、うん、まあ、4人中2人センター突破して、そうですね、2次も結構惜しいところまで行っていて、はい、で残りお二人もセンター数点差みたいなところまで行けてたんで、まあまあなんか結構大変な座組だったにしては、うん、講師生徒ともにすごい頑張れたんじゃないかなというふうには思ってますけど、受験のドラマっていうですね、はいはい、後悔はいろいろ残りますが、ああそうですね、はいはい、そういうので質問来て、やっぱ自分も研究したわけですね、過去問。ああそうですね、僕はもう今は別に東大専門で受験指導をしている教育者とかでは全然なく、もう本当に門戸を開放して、はいはい、家庭教師をもう子供から大人のまでやっているという変な感じの人なので、改めて東大の過去もちゃんと研究する必要はありましたね。そうなん、はい、そうですよね、うん、ありましたね、正直、まあ、2人あれ文系と理系でもう任されちゃうわけじゃないですか、はいはい、めっちゃ教科が大変多いっていう。大変ですね、まあ幸いにしてたわしさんとかわちさんは英語がもともと結構得意だったので、はいはいはい、英語に関してはあんまり触る必要がなく、国語って東大ちょっと変なんで、はいはいはい、それについてのメソッドとかを、それこそさっき説明したこう圧縮の作業みたいなことを結構徹底的に教えたりとかをやってたって感じですね。なるほど。得意科目があってる人が来てくれると助かります。2期があるとしたら、第2期があるとしたら。そうですよね、だって、はい、あれだってよくよく考えたら社会科目そうですよずらずらずらってすごい話ですよ、本当にあれは。2人でやると無茶な超無茶。そうですよね、はい、匠さんもじゃあだって理科4科そうですよ、全員の数学と全員の理系科目をやってました。ほらだから、匠さんとかって普段結構
結構 QOL 高い生活を送ってる方は、はい、あんまり忙しくしてない方なんですけど、そうですね、なんか周りからもそういう話ばっかり、はいはい、週1か2しか働かない人だよ、島キャラみたいな感じはしてるんですけど、はい、でもあの半年の特に後半は結構睡眠とかも削ってたんじゃないかなと思いますけどね、うん、僕は結構大変でした。大変ですね、常に勉強しなきゃいけないし、第二であったら、ね、僕英語やりますよってですね、はい、英作文とかね、はい、そうです、そうなんかね広がるといいですけどね。いや、大さんとかはやっぱりもう勉強してるんですよね。してます。あの人はやばいですね、もう分かりますね多分ね。ああそうだね、はい、はい、分かる。大さん英作文見ますよ。そう、見てもらった方がいいですよ本当に。僕もちょっと見よう見まねで添削とかやらせてもらってたんですけど、はい、やっぱネイティブ感覚ちょっと入ってないんで難しいですよね。はい、ちょっと難しかったですね。ぜひ、別にお金取りません。あれどんな答案なのか、ちょっと見たいなと、うん、すごい思って。制作はまだ全然直す余地あった感じしましたね。そうなんですね。はい、じゃあ、わっちさんももうやってんですか、また。一級かなんか受けるって言って。関係一級、はい。それはまた頑張りますねって感じですけど。大変です、ね、そう、もう関係一級受かった周りの人たちどうやって勉強したかとか聞くとびっくりしますからね、はい、あの漢字辞典載ってないですからね。そう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 、どうしようもない対策、正直しようがないところから始めなきゃいけないから。僕も受けてないですけど。そうです、僕もやっぱ資格マニアなんで、はい、言われたんですけど、はい、その漢字辞典を覚えても無理ですって言われて、はい、じゃあ意味ないじゃんって、お手上げで受かった人聞いたら、それ僕慶応時代に同じクラスメートで、はい、で東大、今まだ東大の院にいるのかな、でそこそいつに聞いたら、その東大の院で、はい、漢字のなんかこの分厚い辞書難関セットみたいなのが図書館にあるんですよ、それで勉強したって言ってましたね、この何冊もある分厚い勤怠室の貸し出し禁止のやつ、そういうのをこう赤いシール貼ってある、そうもう絶対っていうのをその図書館でずっと、はあ、そうなんだ、やはり英検目指しませんかとか、ね、そっちの方が楽ですよ。確かに英語はちゃんとできるし、はい、普通に英検の方がいいと思いますよ。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.